続きやな。ガサガサや。うん。9番 18K ボンネットダンパー。こんなもんか。動かんもんか。え、こんなもんなんやろか。ふわーっとあがらん、うん、こんな感じやな。聞いてない聞いてない全然聞いてない、うん、ここでなんとか止まるぐらいやな、うんうん、あ、ま、任すわ。これ初めてやるからね。やったことないね、こんなよいしょ。これぐらいのやつがいいかな、細いこんなやつ。こんなマイナスドライブ。おお、なんか怖い怖い。よっ。あ、これはちょっと怖い。あ、こうなるのか。あ、上にスライドするのか。あ、なるほどなるほど。もうゆるゆる。押すだけ。うん。押すだけ。こういう風にはまっとるだけ。これまあ、とりあえず入れとこうかな。これも下も一緒。この間に入れたらシュッと入る。こんな感じ。ちょっとずれたな。いや、ずれへんな。いやいや、これは結構簡単ではないな。友達捉えたかな。よっよっよっ。はい、こんな感じやな。下行かへんからな。そうな。外してしまうのしゃあないな。こういう風にちょっと上がるやん。こういう風にで外れてもたらあかんねんな。上へこうキュッと上がらない。こういう風に、この中でこのピンがほらパチンと入るから感動わけよ。こうやってね、ちょっと上げたら偉いかも。いいでしょ。はい。あ、ゆるゆるや。ギュッと押さえて。押さえて。女性の力でも入ってしまうぐらい。抜けてんの、こんな感じ。ね、これ新品。せーの。新品かんやろ。はい、これ中古。これ今外したやつ。はい、シュー、まあ、車のショックもこんな感じや。抜け取ったらこんな感じ。こうははまれへんわな。これ先下からね。太い方がやから下からね。下からやけど、これはこのままパチンといくんやろか。あ、簡単。あ、簡単。これもうちょい上に。はい、もうこれで終わり。もう大丈夫。赤入ってる。入ってる入ってる。入ってる。もう回らん。え？最初のやつ、古いやつはこれ車だったでしょ。回らへん。こんな感じ。うん、大丈夫。簡単や。簡単や。下はこれせんけど、このカバーを外した方がやりよいかな。
ペンチどこ行った置いてきた。おお、外れた。よし、外れた。これはこのままはめたらはまるね。お、簡単。はめるときは簡単。オッケー。はい、オッケーです。油塗らんで。さあ、離しますよ。うわ。勝手に上がり。ということはポンとスイッチ上げたら勝手に上がるかもしれない。じゃあ閉めてください。なるほど。ブリル変えてるからフックがないの。あ、フックがないから本来やったらここで一回ワンクッションあって引っかかったままでこうやって上がれへんねんけど、勝手に上がっちゃう、これが、ここに、ここに、ここがね、なくなったんやな。そうそう、ここにこう、もう一個、なんかこう、なんていうか、取っ手があるやんか、これ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 、ここ、こうなってるね。で、これグリル変えてるから、これ取ってしもとわけよ。なるほどね。で、今度はここに引っかかるはずやねん。ないんやな。ここ取ってしもとんの。ここに引っかかるやつがあんねんけど、自動で上がってしまうという、ちょっと危険やな。上げるときな。リーダーで上に物なかったんやけど。だから言っとかな、忘れたら。勝手に上がってるから。引いてるやろ、結構。これ引いたの？でしょ？これ引いたら外れるの？決めるよ。そう。決めてる。うん。すごいよこれ。セルシオみたいや。これ。聞いてるな。聞いてる。すごい聞いてる。もうこんなんちゃうかと。最後ちょっとゆっくり。最後の方から。ちょっとほら、せっかくゆっくり。こっから？ボンできない。いや最初もいきなり。ほらほら。ゆっくり。ゆっくりな。まあでもなんか高級車っぽくてかっこいいや。まあ慣れたら一緒やけどね。こんな感じで OK でございます。